皆さんには大きな夢を持ってほしいですね。自分にはできないって思わないと。名前は石川達也です。専攻は生物科学で、今年2018年卒業しました。 UCLA に入った経緯は、まずシアトルのコミュニティカレッジに高校3年生の時に、ハイスクールコンプリッションプログラムっていう、高校の学生もカレッジで大学の授業の単位を取れるっていうプログラムに入りまして、高校終了して、そこでまた後2年間終えてから UCLA にやってきました。友達っていう友達がいなかったな。もちろん英語はある程度も勉強したんですけど、それでもやはりネイティブとのコミュニケーションはやっぱり僕が問題が多々ありまして、やっぱ英語がうまくしゃべれないと自信もなくなってくるし、やっぱ自信がないと毎日日々憂鬱にもなったり、プラスシアトルの天気がいつも雨なんで、テンションが上がらない時期もありましたけど、慣れれば何でもいけるかなと。やっぱいい大学に行きたいっていう目標があったので、頑張らないと、自分に言い聞かせてはいました。やっぱコミカルに比べて非常に濃い2年間だったと思います。 UCL は学生もやっぱコミカルに比べたら優秀な方が多くて、それが日々刺激になるわけですよ。自分もこいつらみたいにやっぱ頑張んないとって毎日本当に思うことが多くて、来ていい刺激をいっぱいもらいました。両親ですね、やっぱり両親の支えがないとやっぱりやっていけないんで、もう両親がいないと僕もいないんで、お母さんほぼ毎週、週末になったらもうビデオ通話、毎回達也どうみたいな、最近どう、僕は毎回何もないよみたいなそういう、さりげない会話がやっぱり励みになってると思います。あとは教授、いろんな多方面のアドバイス本当に感謝しています。教授、ちょっと日本語わかんないんですけど、感謝の気持ちは伝わってると思います。